はい、どうも、キスケです。ということでですね、6周年の第3弾がついに今日、この日、始まりました。ウルトラゴジータ4が追加となります。で、注意すべき点は、ウルトラガシャはね、ちょっと開催期間が短いっていうのは、注意点かな。うん。で、出現 Z パワーが当然、レアリティウルトラは 0.35%、これを天井なしで狙っていく必要があります。くークソ仕様ですねということで引いていきますか。はい、時の結晶はですね2万7000個、用意してます。はい、行きましょう。さて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 ですよ皆さん今回のゴジータ4はですね最強です。もう使わなくても分かります、ぶっちゃけ。あの最強マジで。特にねラスワン性能がもうえぐい。うん、最後までゴジータ4を残しとったらマジで勝てるキャラクターいないんじゃないかみたいな、ミラーじゃないと勝てないんじゃないかっていうぐらい、えぐい性能してます。はい、ここ1年間は使われるんじゃねみたいな、そんな性能してますねいやー恐ろしいっすよマジで。さあ、ウルトラ2倍という名ばかりの文言ですけども、いかがかな。一体誰が信用。おい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 、今キントーン流れたね。ピックアップ確定だぞ。うわ、バーダック来ないのか。いや、ピックアップ確定でしょ。あー、ブロリーかー。まあでもね、なんかブロリー演出でも、ウルトラ来ましたよっていう人いたんですよね。だからまあ、まだ諦める時間ではないかなとは思うんですけど。だって 0.35 の2倍でしょ。0.5% のリミテッドでしょ。ウルトラの方が、当たる確率はね、高いはずなんですけど。どうなんでしょうか。セクシーセリパいましたね今いやープチュンだろうな。でもそんなウルトラサクッと弾けるとは思ってないからな。はい、そっちじゃねえわおめえ、煽ってんのかてめえこの野郎てめえマジで煽ってやがんだろこれ。うわー、キントーンここで無駄にすんのか。ウルトラ2倍という名ばかりでしたね、やっぱり。うん。ちょっと期待したんやけどな。ちょっとだけね。おい、またもう。期待できんくなっちまったよ、キントーンで。期待できなくなっちゃったよ。虹あるんじゃないか。もうええって。もうええって。出てくんなやマジで、くんなよ。なんでブロリーこんな時ばっかくんのマジで。第1弾第2弾全然来やがらなかったくせに。ワイの仕事は今日やじゃないんだよなマジで。堪忍してくれよ。もうええて、いらねえ。クソゴミです、クソゴミ。虹引っ張れでこれっすか。マジリアリー、ほんまうんこです。うん、ほんまうんこ。キントーン2連チャンで外しちゃったよマジゴミすぎんか。さあ、無料1周が3000個なんですよね、時の結晶は。いやーもうちゃちゃっと引いてくれよ贅沢っていうのは分かってるよ、ウルトラガシャでちゃちゃっと引いてくれっていうのは。わがままだと分かってはいるんですけども、もうパパッと引いてくれマジで。赤文字、赤文字はねダメですよ。うん、出るわけがない。でね、まあプレイヤーがねあんまり気にすることじゃないかなとは思うんですけど、
ウルトラゴジータ4が果たしてセルライン1位取れるのかっていう話になってくるんやけど、あのね、危ういと思うっていうのもちゃんと理由があって、あのね、なんか前回のガチャ動画でも言った気するんやけど、今日同じ日に崩壊スターレイルっていうゲームのなんかジェイドっていうキャラクターが追加されるんすよね。同じ日に。いや、スタレは強えべ。前回はなんかホタルっていうね、そのキャラクターが追加されるタイミングと被ったんですよ、第2弾が。で、まあそれはもう 100% 勝てへんなっていうのは分かっとったんですよね。ホタルに勝てるわけがないと、うん、それは思っとったんやけど、まあジェイドはどうなるかですよね。ジェイドも人気キャラクターなんだよな。でもで、崩壊スターレールに関しては、そのこのキャラクターでセルライン1位無理やろっていうキャラクターがね、出たんすよね、ちょっと前に。それでも取ったから1位をそれでも取ったんすよね。うん、スタレはセルライン1位を。で、今回はねジェイドでしょう。いや、もう俺にやらせろカカロットはマジでいいって。マジでいい、いい思い出がない。いや、そこがね、一番ちょっとかわいそうなところかな。レジェンズスタレとガシャが被ったっていうのはもうどのアプリでも勝てんよ、正直どのアプリでも勝てない。そこがマジで悲しいよね。悲しいと思う。まあでも海外とかやったらいけるかな。うん、さすがに。で、日本ではちょっと厳しいかもね。どうなるかだよな。いやー、ちょっと厳しいな。なんかね、ぶっちゃけて言うと、ウルトラガシャ、運がいい時はもう出てるんだよな、これ。そう。運がいい時はもう出てるんすよね。このタイミングで来ないっていうのは、危うい。うん。かなり危ういです。ちょっとスキップ理論使ってみますか。はい。ダメみたいですね。まずいな。まずい。時の結晶6000来なくなっちゃった。早すぎん。時の結晶6000来な、もうってマジでほんま死ね。ベジータ。消えろ。くたばれ。クソゴミが。マジクソみてない演出引っ張ってくんじゃねえ。いや、緑背景マジゴミやな。青背景キントーン、ジャコ乗った宇宙船、虹色引っ張れぐらい重ならないとウルトラマジで出ない。いや、そこがマジきついな。まあでもね、俺ご飯の時やったかな、ご飯の時にウルトラ2倍っていうタイミングで引けたんすよね、ウルトラを。だから前よりかは信じてはいるんですけど、こうも外れちゃうとね、キントーン2連外しはちょっと効いたわ俺も。さあ、ウルトラ2倍ですよ、このタイミングで。どうなることやらって感じっすよ、マジで。頼む。あー、ダメだダメだ、もう緑背景から抜け出せないわマジで。緑背景から、いやー、ブロリーか。演出変わったりしないよね別に、ブロリーで。ああ、もうウルトラで沼ったら一生沼るだけやからね。うん、他に利点なんてないからマジでマジでないよ利点。付属のレジェンズリミテッドのキャラクターは運カスゴミ太郎やし、天井ないから運カスゴミ太郎やし、でガシャを引くと集まるレジェンズチケットっていうアイテムも運カスゴミ太郎やから、マジでいいことないんすよね。マジでいいことない。ブチューンやろどうせ。あー、キモいキモいあー、キモいキモい。
ウルトラ2倍じゃなくてリミテッド2倍やろこれ。間違えてんだろ普通に。ジェイドに負けるわそりゃ、崩壊スターレイルに。おお、何の執念でもね、崩壊スターレイルに負けるわマジで。こんなんやっとったらね。でセルライン1位取る崩壊スターレイル、どういうガシャなのかって言ったら、ちゃんと天井がある美しいガシャです。差が出るね人としての。おーマジで運営している人間が出るわゲームに。マジで殺しちゃうぞ俺が。痛まったのかほんまやったるでマジで。嘘だろ出ねえよ。だってまあレジェンズのね内部情報とかはぶっちゃけ分からんけど、なんか引けば引くほど最高レアリティのウルトラの確率が上がっていくみたいな、そういうガシャ仕様ではないでしょおそらく。だから何回引いても何回引いても 0.35% を抽選してるっていうのは変わりないんですよね。天井ないし、しかもだから最悪意思20億個使ったとしても出ないときは出ない、うん、そういうガシャです。お分かりいただけたらだろうか。終わりってことです。マジでゴミだよな。で何がひでえかって、うわあ来た、くだらん、え嘘だろ、マジ？え、完全に油断してた。完全に油断してた。え、どんな演出だったか覚えてないねんけど。マジ？引いた。無料で引いた。え、マジか。え、予想外やな。意思1万8000個ってことは？9000個使ったのか。え、ナイスペース引きます。もうこっからはスキップ出しても良さそうかな。ちょっと画角変えるね、画角変えるね。おいおいおい、熱くなってきたんじゃないの。熱くなってきたんじゃないの。俺は金トーンですよ、虹色ですよ。もう一丁一丁。いや俺ブロリーでウルトラ出るって信じられないんですけど正直。出ないよ、出ない。出た試しがない。え、マジウルトラびっくりしたマジで。一番びっくりしたかも。何の変哲もない演出でしたよねマジの話。マジか、出るんだ。プチューンだろどうせ。プチューン、ゴジータ4ターン。死ねえよマジで。股間突き出してんじゃねえぞマジで。どんなポーズやねんマジな話。プチューン、プチューン合体せい。恥ずかしがってんじゃねえぞベジータマジで。ブルマ死ぬぞなあ合体せんと。頼むわ5体欲しい。すげえ贅沢言わせてください。5体欲しい。あと時の結晶1万7000個で5体出したらさすがに伝説なんじゃないか。あー落ち着き始めた。演出が落ち着き始めました。はい、マジっすか、出ちゃったか。なんかこういう演出やったよね。まあ編集の時にちょっと見返してみるか。いやー俺にやらせろカカロット。俺ねこの演出かなり前まで信じとったんやけど、もう今では信じられないです。マジでゴミ演出になったからな。マジでゴミ演出、うん、出なくなった正直。いやでもああいう演出でも来るんだ。
なんか特別な演出やったのかな。喋りに夢中で、ああ緑背景ね、見なくていいやって思っちゃったのかもしれないんですけど、何かヒントがあったのかもしれない。もう緑背景やめてマジで。それでも俺は緑背景嫌だぞやっぱり。うん、青背景に越したことはないからなマジで。でブロリー演出はもう出ない。うん、信じられない正直。出ないだろブロリー演出でウルトラは。来てもおかしくないぐらいブロリー演出引いてんだろ今日の動画だけで正直。でもブロリー演出は外れ。この悟空のイラストかっこいいよね。てか今回のゴジータ4のイラストめちゃくちゃかっこよくない？腕の筋肉の質感とかすげえかっけえなって思うんだよな。ムキムキマッチョマンっすよね当然っすけど。いやーマジお願いしたいっすね正直。いやマジ緑背景削除するアップデートしてくんねえかな。早急に。ちっちゃこれで出たら笑うけどな。もう何も信じられないよ。出るわけないよな。よかった。緑背景で引っ張れちっちゃくで、もうおわおわのおわこちゃんですよ、マジで。おわおわのおわこちゃん。はい。頼むわ。いや、緑背景やだね、マジ。マジでやだ。負けていく。俺にやらざろうカカロット。これはねマジで出ない。マジで出ない。さっきウルトラ引いた時あれやったよね、ウルトラ2倍とかじゃなかったよね、無料で引いたって言ってたもんね。だからやっぱウルトラ2倍は関係あらへんってことや。うん、2倍じゃなくて 0.35 で引く男やから、それは恩恵受けれねえよな。せめてもう1体欲しいな。欲張ったらあかんか。ああ、もう徳の結晶がなくなっていくよどんどん。ジャブジャブと東京の結晶がなくなっていく。ウルトラ2倍で緑背景ってわけわからんよなマジで。もう嘘でもいいからもうちょい熱い演出に見してくれよ。なんか確率操作でいいから。うん、よくやってんだろレジェンズ運営はよ。ウルトラ2倍はちょっと赤背景以上にしようかなってやってんだろ普通に。やれよそれを。やらん意味わかんねえだろマジで。テンション下がるだけやろ。ラディッツだ。いやーそうか。まあでもちょっとは気は楽になったよね。若干気楽になったっていうのは正直な感想っすかね。はい、あ、よかったと。うん、天井、うわ、緑背景のピックアップって俺全然前世なんですけどマジで。いや、新キャラ確定演出見て叫びてー叫びてー、みんなの時の結晶を分けてくれ。クソ汚え元気玉だなマジで。クソ汚え元気玉。スキップ理論ドン運かす。緑背景スキップしようかなもう。もう緑ばっかマジでやめてほしい。マジでやめてほしい。キープ。緑でバーダック来ない時点でもうスキップ濃厚なんだよな。もう目にいいねこのゲームは。視力回復かなもしかして。眼科が作っとんかいこのゲームは。ちょっとでも皆さんの目を傷つけないようにやってんかいこのゲームはよ。
なんやこの緑背景ばっかマジで。ブロリー来ない。なるほど、勝つんかーい。まあ一応キントーンやからね、見ようかなと思ったけど、プチューン。死ねえよマジで。くたばれよほんま。クソ気分悪いわマジで。緑以外、緑以外、赤、うーん。緑以外やったら何でもええわけちゃうぞマジな話。バーダック来てる。バーダック来てる。ちょっと目離しとった。バーダック来てる。やったぜ。やっぱ緑背景はダメだな。クソゴミってことが分かったね。緑背景は最高じゃない。とりあえず2体か、うん、いやでも時の決勝2万個以内で2体っていうのはかなり神引きだな。風向いてるね、うん、いや素晴らしい。バーダックはもうウルトラ確定なんでね。あと親子キャリック砲、あれは確定。いや素晴らしいじゃない、マジ神だ。いや2体引いたか、どうしようかな。いやでもね、あと時の決勝9000個、うっひょー、たまんねえぜ。まあ無料は当然引くよね。あと残り9000個なんですけど、時の決勝が。いや9000個であと1体出たらやばくない？いやよく言うならね、僕も赤三凸にしたいっすよ。あれバーダック来い、バーダック来い、バーダック来い、来ていいよ2連ちゃん。いやー誰か、これはリミテッドだ。虹、お、ブロリー来ない、あるぞ。あ負けていく、ブルーベジータかこれ。あだよね、じゃあダメそう。じゃあダメそう。皆さん、じゃあダメっぽいです。うん、俺ぶっちゃけブルーベジータにね、いい思い出ないっす。はい、あープチュンだ。あー来ない、マジ。ちょっと期待させてくれる。わりかしね、スパーキングからウルトラに昇格するの早いからね。いやーここで引いた神やけど、ブルーベジータの評価を改めます。はい、ダメみたい。あれプチュンじゃない、あれリビテッドも来ないのか、もしかして。あでもキントーン来たよね。あプチュンだ、あプチュンか。うんかす、ゴミです。はい、いやどうしよう。いやでもこの流れに乗っといた方がいいと思うんだよな俺は。僕ね、まあ今はもうやめてるんやけど、スロットとかにすごいハマってた時期があるんですよね。勝ち逃げできないタイプなんですよ。ちなみに。それは分かってんだけど。勝ち逃げできないタイプなんですよね。おわ出る出るっつってさらに突っ込んで、結果変えるときはなんか、あれなんですよね。なんか終始プラマイゼロみたいな、それがちょっと負けてるみたいなね。うん、そういうタイプなのよ。だから俺は株とかなんかそういうのを買っちゃダメな人間なんですよね、うん、さあウルトラ2倍、ウルトラ2倍で引いてないけど、うん、2体とも。いやバーダック来たか、美しいね。おわー熱い、これは熱いわ、これは熱い。青背景のキントーンはマジで熱い、ちょっと期待してる。あーバーダック来ないか。まあそう何回も来るもんじゃないよね。虹色は熱いよ、ブルーにならない。ブロリーも来ない。いやーブルーベジータだろこれ。何を、ブルーじゃない。ブルーベジータ批判が聞こえとったみたい。あいつ青髪似合わなくねみたいな、夏休み明け。コソコソって喋る感じ。いやー青背景無駄にしたかなこれ。でもウルトラ2倍っすよ。あダメっぽい。あーもうゴミだ、もう合体しろよ。なんだよマジで。
合体してくれ、マジな話。いやー、緑背景はもう無理だよ。期待は持てないですね。バーダックなし。はい。いやー、あと6000個か。あと2周はできんのか。まあでも全部ぶっ破する。どうしよう。どうしよう。2万7000個ぶっ込むってやばいよな、冷静に考えて。なんぼやねんと。うん。プレステ5じゃ収まらんだろ、これ。スキップ。うんこ。もう1周はとりあえずしよう。うん。とりあえずね。いやー、微妙だな。これでは熱くなれない、俺は。これでは俺の体は燃えないっすね。うん。金でしょ？虹色でも期待できへんのに。金って。お前。おめえ、金って。冗談はマジ顔だけにしてくれ、ほんま。頼んます。いや、さすがに高望みしすぎか。誰やねん、お前。出てくんな。気分を害する。マジであいつの顔見るだけで。うんかっす。どれが金要素やねん、マジで。どこが金なの。さあ、ウルトラ2倍。名ばかりの名ばかりの。おわー、金トーンなしか。でも金トーンなしっすか。まあ金トーンあったら逆になんかリミテッドの確率上がるような気がするから。青文字か。青背景で。いいんかい、そんなこと。なんか演出クソしょぼかったな。クソしょぼかったね、演出が。青背景の割に。無駄遣いですよ。いやー、出ないかな。まあ、ぶっちゃけね、高望みしすぎっていうのは分かってんだよな、自分でも。正直。分かってんだよな。うん。石2万7000個で、もうすでに、あと、時の決勝残り3000個やから、これ引いたら。まあだから、2万4000個っすよね。2万4000個使ってウルトラ2体っていうのは、まあ結構破格な確率。うん。かなり運がいい方だとは、自分でも分かってるんですけど、納得できねえよ。操作してんだろ、裏でよ。これ。絶対そうだろ。確率、イジイジしちゃってんだろ、これ。いいじゃん、もう。別に3体目引かせりゃ。何をそんな渋ってんだよ、マジで。誰も損しねえだろうがよ。時の決勝2万7000個ぶっ込んでんだから。うんこだな。いや、もうの、もう一周すんの迷うな、これ。もうええかな。赤一凸で我慢する。いや、でもね、赤一凸と赤三凸全然違うっていうのは分かってんだよな、俺も。美しさ的にも、うん、見た目的な意味もね。まあでもなんかもういいかなって思い始めてきたな、正直。いや、でもまあここまで来たらもう全部引くわ。うん、全部引きます。まああと1周できるってことやね。だから無料分まで引いて終了という感じですかね。はい、スキップするか。ちょっともう動画時間長えわ。はい、これ残り1周引いたら俺の時の決勝全財産は88個になります。悲しいね。いや、もう1回ぐらいなんか熱い演出見してくれ、マジで。これはもうゴミすぎる。何もなし。えぐい。えぐち。さあ、ウルトラ2倍。かっこ名ばかり。おわー、ウルトラ2倍で青背景見してくれる。いいじゃない。期待には沿ってくれてるね。バーダックは来ないか。まあそんなポンポン来るもんでも。あー、おー、青かい。いやー、これダメそうだな。ブルーベジータ俺マジ信用してないから。俺信用してないから、マジで。
俺の顔が見たかったんやろみたいな感じで出てこられても俺困るから、マジでプチュンだろ、どうせプチュンじゃないのか、全然あれやから、お呼びじゃないです。はい、誰やねんマジで。いやーそうですか、まあさすがにね引かないかなとは思っとったけどなんかもしかしたらがあるじゃないね、もしかしたらが。いやウルトラ2倍やっぱダメですね。うん、ダメだ、うんこだ、うんこうん、赤背景はなんか逆に熱く見えてきたわ、緑ばっかで元気だわゴミ、みんなの時の結晶開けてくれってことでしょ、これはよくないよね。さあ動画時間が30分過ぎました、とんでもない長さですいやーまあさすがに高望みしすぎたか。だからまあこれがウルトラの怖いところっすよね。もう2周追いかけるか3周追いかけるかって言い始めたところから俺は何も得てないからね、なくなってるのは時の結晶だけっていう、これがウルトラガシャですマジで何も得てないんですよ俺は、えぐくない金文字で最後か。さあ、あー勝って終わるか、了解です。まあでも2体引けたっていうのはだいぶでかいんじゃない、うん、冷静になって考えてみるとね、こう簡単にポンポンって2体出たからちょっとなんか3体目よく書いちゃったっていうか、うん、まあそうだよな。はい、てな感じですね。まあ今回のガシャ石2万7000個使って2体、うん、まあぼちぼちって感じかな。はい、お疲れさんでした。